トムロフトのレース場と飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます三月四日金曜日の朝です今日の空模様です東の空から南の方へカメラを回してます今日は空一面雲に覆われた朝になってますまだところどころ雲の隙間ありますけど昨日一昨日 の天気に比べるとだいぶ今日は雲の多い暗い朝になってます風も北風2メートルから3メートル冷たい北風が吹いてますまた冬に逆戻りという感じの朝になってますあとは出車口を開けても飛び上がらないですねこれから急車に行って追い出しをかけたいと思います 鳩が飛び始めました相変わらず飛び上がるといい感じの飛び方今ずっと見てます少し遠いところを鳩が飛んでます北風に乗っていい感じの飛翔ですね昨日は遠征に行かずに急車の周りぐるぐる飛んでましたけども今日はどうでしょうか飛び出し直後はだいぶ北の方小金井公園の方を飛び始めてます 飛び出しの時はこう元気いいですね。風にこう向かってどんどんこう北の方へ北の方へ飛んでいく感じがします。だいぶ遠くの方へ飛んでいきました。7時10分になりました。今沿線に行っていた鳩が戻ってきて一部降り始めたところです。今日の飛床時間も遠征に行ってもすぐ戻ってきて15分場とは変わらないですね。 もう少し長く飛んでくれるかなと思ったんですけども今日も15分で戻ってきて降りてしまいました今日も鳩は15分飛んだ後屋根遊びをしながら飛び上がったり降りたりこれを繰り返しています日曜日が500キロレースの持ち寄り日になりますその関係で明日がレース前の最終車外ということです 2日前の社外にしてはちょっとしょぼいかもしれないですね。15分ぐらいで降りてきて、飛んだり降りたりをずっと繰り返してます。私のうちの鳥の血統の傾向としては、800キロ、1000キロ、1100キロ、この辺を得意にしている血統の子孫が多いんですけども、この500キロがその長距離バトの能力の一つの出来不出来の境目のような距離のように感じてます。 私の鳥どうもこの500キロが本当に苦手で、ここを無事乗り切ると600キロ800キロは割と順調な帰りをしてくれることが今まで多かったです。鳩の一つの能力の限界値っていうのが切り替えが500キロ、2回目の切り替えが800キロかななんて思ってます。800キロを超えちゃうとどうも鳩の帰装本能というよりは 能力以上のプラスアルファの要素がないと帰ってこれないというような気がしてますやっと中京離レースが始まったばっかりなんですけどももうここで弱音が出てますちょっと悲しいですねえまあ、ブツブツ言ってますけどもこのように屋根の上で遊ばせて今日も8時20分頃呼び込んで今日の社外を終了したいと思います 今日東京東とか千葉とか鳩海の仲間がレースを行ってますぜひとも今日高期間で乗り切って来るべき最終レース900キロ、1000キロ、1100キロ一緒にこう盛り上がったレースになればいいなと思ってますまずは最初の500キロレース無事期間を願ってます この後は我々なんでその時はぜひとも皆さんの応援をいただきたいと思います本日もこのブログにお越しいただきありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します